まず対象は生後6ヶ月から4歳以下の子どもで使われるのはファイザー社製ですワクチンの有効成分は大人用の10分の1 5歳から11歳以下が対象の小児用ワクチンと比べると3分の1ほどとなっていますこの有効成分以外に違いがあるのが接種回数です、はい、乳幼児用は3回接種でワンセットです 接種を受ける時期なんですが、2回目の接種は1回目から3週間以上空けてから、そして3回目の接種は2回目から8週間以上空けてからとなります。となりますと、接種を受けるタイミングに注意が必要です、ね、そうですね、間違えずにタイミングよく接種を受ければ、3回の接種を完了するまでに、少なくとも2ヶ月半ほどかかるということになります。 では市町村別の接種スケジュールを見ていきましょうテレビ新潟が調べたところ県内で最も早く接種が始まるのが長岡市と南魚沼市で11月4日からを予定していますこのほか新潟市が14日三つ市が16日から始める予定ですまだ調整中の市町村もありますので最新の情報を確認するようにしてください